ゴンドラの荒ぶり方。果たして乗り物酔いしやすい人はゴンドラでロープウェイで酔うのかキャンペーンだな。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。さあ、人口は着々と伸びてるんだよな。なんか知らないけど人口伸びるんだよな。なんで伸びるんだろう人口が。俺何もしてないのに。そんなに住みよいかここは。まあ今だけなんだけどな、住みよいのはな。いずれこうなる。この遺跡みたいになるわ。ああ、ドイツが多いな。ドイツに紛れてあれベルギーじゃねえか。ちょっと真似してるだろう。さあ、住宅の需要が伸びてまいりました。いや、本当に何もしてないぞ。ちょっとなんか作んないとまずいな、これ。なんか作ろう。ロープウェイ作ろうか、ロープ。なんでロープウェイ選んだんだろう、俺今。ロープウェイ作ろう。ここ。終着駅。ここに作るわ、ここ。こことここロープウェイで通すわ。うわ、思ったより高くないな。これ新しいアトラクションとして。あ、待って、ロープウェイってさ、あ、空間行くのかな。やべ、今楽しいこと思いついた。形状が無効です。ロープウェイ、あ、空間行ける説。ロープウェイ、あ、空間行こう、これ。で、地下鉄の下通る。あ、地下鉄の下通れないか。あ、通れた。地下鉄の下通るロープウェイ。もう上下感覚がぐちゃぐちゃ。あ、やばい。あまりにも変な角度にやりすぎて。これ多分、目的地につかない。目的地につかないよ。これあんま角度つけらんないんだよ、ロープウェイって。ちょっと移動させよう。こいつ移動させよう。これ悪空間。ロープウェイが悪空間行ったら学術的成果あるでしょ、これは。あ、どこ行った?ロープウェイ。いた。で、ここ。形状が向こうなの?あー、縦に突っ込まなきゃいけない?もしかしてこれ。頼む!目的地に、よし、着いたよ!オッケー!もう一生つかないかと思ったよ、目的地に。で、家を、とりあえず家をここに建てる。頼む!家建ててくれ、ここに。電気がねえから。これは勝手に来るんだっけか、人。ロープウェイってなんか、経路、設定しなくても勝手に行くよな、確かな。お客さん待ちだわ。あれ?いや、もう人乗んなくていいから、とりあえずゴンドラの動き見たいんですよね。よし。いや、待て。しばし待ちだって思ったけど、すげえ需要伸びちゃってる。びっくりした。嬉しい悲鳴。こんなに人がいるんだったらさ、使うでしょう。ね。で、びっくりしたことに商業の需要伸びないんだよな。あんなに高密度破壊してさ、なんで商業の需要伸びないんだろうね。どっかで吸ったんだろうな、こっちの方で。どう?動く?ね。すいません。ロープ動かないんですが、なんか作るか、こっちに、なんかみんなが行きたくなるもの作るか。大人気でしょ、これ。これ人入ってくるよ。ほらな!おい、言ったろ?え?え?え?なんか一人吸い込まれて終わったんですが。へぇー。マジか。したらどうするかな?あとはもうここ通すしかないぞ。ロープウェイで。まあ、それでもいいんだけどね。ロープウェイの終着駅。この辺に建てましょうか。これでも悪空間行かないと思うんだよな。こうなっちゃったら。だから、ここで悪空間するしかないんだよな。うわっ!形状無効になっちゃった。オッケー。これで、おっと、どこにあるかわかんなくなったぞ。あ、
わかんねえ、どこにいんだ今俺。あ、ここが、あ、めっちゃ今ロープウェイのなんか貨車出てってたよね。あ、来てる来てる来てる、ほら来てる来てる、ほら、あ、いいねいいねいいね、来てる来てる、よかったー、出発したわ。なんか向こうやっぱおかしかったんだな、ほら。さあ行くのか、でも行かないだろうな、こんなんじゃ、こんなんじゃ行かないよな。だってもともとこういう傾斜を移動するための乗り物だからね。ほら、あ、強いわ。あ、いや待ってよ、これこの感じなんかあれだな。あーでもそっか、なんかさ、グニャンってなった時にもう一回下げたりとかして、この揺れをおかしくさせることはできそうなんだよな。あ、空間研究家ひらめきました。あ、あー、なんかすっげー壊れた今。こう、まずここでしょ。いやー、距離が近すぎるんだよな。そう、いやー、結局距離が近すぎてダメなのか、こう、結局こうなっちゃうのか。いや、これだけ見たら、これだけ見たら、悪空間してる感じだよな。もう、これサムネでしょこれ詐欺サムネに使えそう。はい、いただきました。よし。スタート。おおおおおおお。いや、変なのなんないな。残念。これなんで動かないんだろう。逆に。これ一回、オフって、オンするか。これなんで動かないんだ。高低差ないとダメとかないよな。これダメだ。オブジェとして取っておこう。これ人乗ってんのかな。乗ってねえや。てか、これ1個に30人乗んのやばすぎね。そんなにいらないでしょう。ゴンドラの数。あ、でもせっかくだからさ、ゴンドラ乗ってみたくない？この辺、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 この辺。あ、乗れた。ちょ、トルネードはどうでもいいんで、ちょっと僕、ゴンドラ乗りたいっす。あー、もうダメだ、これ。で、ここで人の乗り降りをして、お、スタートした。あ、でも、快適な空の旅なのかな、これ。しんどそう。これで通勤する人。一応、通勤用の、これ、ゴンドラなんですよね。さあ、こっからです、こっから。90度登った後からのゴンドラの荒ぶり方。果たして乗り物酔いしやすい人はゴンドラでロープウェイで酔うのかキャンペーンだな。あ、これダメだ。これ多分酔うやつだ。あ、ダメかも。これすごいね。はい、すいません。どこでしょうか。あ、大丈夫なところじゃないでしょうか、そこは。おお！いや、竜巻ギュイーンって登ってきたな。あ、そこダメなところだ。そこは。そこはやめてくれ。あ、でもまあ無事なところか、ここは。何も壊れなかった。あとは空間飛びそうなやつ。あ、路面電車。でも路面電車とか鉄道とかはもう飛ぶの分かってっからな。うん。いや、結局そうなんで、飛ぶの分かってんだよな。地下鉄が飛ぶってことはもう鉄道も路面電車も飛ぶのは分かってるから、困ったね。船はさ、アップダウン作れないんだよ。水面だから。あ、まあ、作れないことは、ない？作れないでしょ。作れないでしょ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。